と、きりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。皆さんこんにちは、えみまるでございます。ということで、またまたコラボ動画でーす。ごめんなさい、すごくてまたお邪魔させていただきます。ごめんなさい。今日の企画は、最近流行ってるというかずっとやってみたかったこの企画、テッセラン。ペヤング、3991キロカロリーでございます。3991キロカロリーでございます。食べれるとこまで食べていこう。まるまる姉妹。でも YouTube で見たけどやばかったよ。やばいよな。だってさ、だいたいさ、カップラーメン1杯500キロカロリーとかやんか。1人4回食べていけん。でもなんかさ、この箱だけ見たらいけそうって思うんだけど。いや、思わんのやけどさ、カメラでね、伝わらないよね。そう、多分こういううちらでこう並んだ時どれだけでかいかあんまり伝わらない。しかもさ、お湯が2リットルくらいいるらしいんで、やってきます。はーい、開けます。あ、開けるんやった。じゃん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 。うわこれちょっと巨大恐怖症出そう。わかる、うちら姉妹巨大恐怖症なんですよ。なんか巨像恐怖症みたいな。スープ本当にくらいの人すごい。こんな感じです。今お姉ちゃんはウーバーイーツを取りに行っております。私のお姉ちゃんはカフェイン注力症かっていうくらい、いつもスタバのコーヒーのベンティーを毎日焦げなサイズのやつを飲んでます。悪口言おったやろな。言ってないよそんなん。ちょっと悪口言おったよな。言ってない。お湯沸かしてきます。すげえ、絵面がすげえ。すげえ。ドン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 。なんかお皿もらっていいよ。サラーン、楽しいな。おっと、あ、危なかった。水だけで2リットル超えてるってことは2キロ以上あるもんね。あるある。お手で合わせて、せーの、いただきます。いただきます。あー、いただきます。お前喉痛いやな。舞妓ちゃん、舞妓ちゃん出して。うわお、いただきます。うん、うん、おいしい。めっちゃあっさり、想像より、うん、いけるなこれ。うんな、うん、普通にいけそうだね、うん、ギリ本気出したらさ、お米とかさ、何キロくらい食べれそう。何キロ？3、4、5食べれる。マジならいけるやろ。麺も水吸っとんやん、相当。うんうんうん。なんかウェンチーズとか乗ってたら美味しそう、うん、卵とか入れてる。うんうんうん。なんかさ、もう一工夫欲しいな。うん、うん、はい、あ、いつも大食い企画してもさ、食べて全然食べれんやん。ほんとにマジ大食いの方は黙って食べてるのが分かる。なんかうちらみたいに喋りたい系はもう無理。大食いしちゃダメ。うん、してるのに。伸びる前に最初バーって食べるね。今さ、うちんちでキリが止まっちゃうんだけど、私彼氏と同棲してるんですよ。なので我が家に男がいるので、いつもその残ったものは食べてもらう、一緒に。男の胃袋マジで強い。なんか欲しいトッピングが。餃子とか。ん？トリマ味変用でニンニクはございます。もう2杯ずつくらい食べちゃうけどさ、全く減ってないよな。しかももうこの2杯くらいで普通のカップラーメン1杯分くらいなってるから。ええ、何、え、どういうこと、え、何、どういう使い方するつもりこれ。え、ここのニンニクをこの中に入れて。あ、びっくりした。もうさ、だってさ、この量に対してさ、ニンニクもら入れるけんさ、これバカなんかなと思ったこの量の麺にこのニンニクで食べるかと思った。それはもうニンニクをこれでさ、じゃあこの麺全部食べてさ、ニンニク入れてこうせんとそんな切れる。いや、ビビ、だってこんだけ食べればいいやん。だって ほらないいやん。いいけどさ最近よくキレキャラやん変なことばっかするよ最近。なんかお姉ちゃんがこうやってやるんだよ。ほら、いいや、頭いいやん。あ、そういうこと。え、どういうことか。え、まだ怒る。え、違う、てか多分量半端ないよこれ。めちゃくちゃ濃くね。え、濃いかな。ニンニク本当濃くね。うくさうくさ濃くない。うくさい、くさい。もうちょっと食べて。私なんかニンニク強いのあんま。もうちょっと食べて。いや無理。
熱い熱い熱いとこあったラーメン。めちゃくちゃ熱い。忘れたもんじゃねえよ。行ってみ。ほこほこや。湯気やばい。な、無理やろ、意外と。なん、ダメで、噛み切っちゃダメや、ラーメンは。うん、1回でいいかな。やべえ、減らん。分かった、分かった。めっちゃ食べよん感じする。めっちゃ食べよん感じする。キリと私って3つ差なんやけど、私が26で、キリが23なんですよ。キリさ、ガラケー使いよ。うん。中学校の時はガラケーだった。あ、じゃあギリギリ、その世代はガラケー世代ない。マジ、高1からかな。今さ、動画見てくれてるこの世代って若いのかな、もしかして。視聴者のみんなは割と私と同い年か、上とかの方が多い。あ、ほんと？年齢で言うと。平成初期のカルチャーとかわかるかな、うん、だから今日は、みんなとあの頃の記憶を思い出そうの回をやっていきたいと思います。急に仕切るやないかい。いやなんかね、あれこそ日本のね、守るべきカルチャーやと思うわ。日本のギャルとか、ガラケー世代とか。ギャル時代マジで楽しかった。なんか、プリキに隙間が出てきよったよ。そう、ね。あのプリキの隙間がいいけんって言って、プリクラ撮りに行ったりとかしよった。つけまとか今の子たちつけなくない？だってさ、今の高校生ってさ、まつげいくとかでもなくて、自まつを生やして、パリジェンヌしてるからみんな、まつげパーマ。めちゃくちゃナチュラルな時代になりましたよ。そんなうちらの脳みそにはなかったもん。私高校生の時さ、つけまつげ上4枚、下2枚とかつけよったけどな。そう。下つけまっていうのがあってね。そうそう。めっちゃ多分メイクに時間かかりよったと思う。あの時の時代の。でもね、研究心がマジですごくて、うん、あの、ポップティーンとかもさ、あの、クミッキーとか、菅野ゆいちゃんとか、うん、かわいいギャルが出てた時代なんやけど、もうその時の企画とかってさ、誰々ちゃんのつけまつげはどういうつけまつげとどういうつけまつげを切って貼ってこうやって作ってますみたいな企画がやってたんだよ。お姉ちゃんもいつも左から何番目とか右から何番目を切ってみたいな、ここをちょっと曲げてこれくらいのカーブにしてこれつけるみたいなのをいつもやってた。私これ中学校の時なんやけど、眉毛マジ全剃り世代あったくない？うん、あったよね。眉毛ない方がいいみたいなあってさ、今の子たちってさ、眉毛剃ってるかそのまま生えてるかもわからんくらいナチュラルやんか。でもあの頃はとにかく細くて、なんかこう吊り上がってて、なんかプリクラ撮った時に眉毛が映んないみたいなのが可愛かったから。うん。けんさ、SNS とかもなかあんまなかったけどさ、うん、みんな雑誌でとにかく研究して周りの真似をしてみたいな。今はインフルエンサーっていう枠があるけど、あの頃はマジで雑誌の中のモデルさんが全てのインフルエンサーやったけん、うん、なんか今マジで時代が違うんだよ。しかも私がすごい思うのは、中学校の時は女子パンがとにかく流行ってて、うん、もう本当にパンツが判決やん、うん、10くらいパンツ下げてさ、うん、あれってさ、どっから来るんやろ、ああいう腰パンとか。そういうトレンドってなんだろう、ほら SNS がないのに、うん、なんでこう全国的にこうやって流行ってんのなとか、ピンとかもなんかああいう、わかる、バカでかいピンとかつけてこういうの、前髪みんな短いのに、さらにこうストレートでピンって、もうスネ夫みたいなくらいまっすぐして、アメピンとかもこうやってこういう、あれ思い出した。下敷きにさ、みんなプリクラ貼ってるから。違う、カンカンのペンケースがめっちゃ流行ったんよ。貼ってた。今の子たちって絶対プリクラとか貼らんくね？撮ったとしてもさ、絶対シールのところとか使ってないやろ。今考えたらさ、シール使う人少ないのにさ、シール分もったいなくない？それやったらさ、300円にして画像だけもらえたらなとか思ってしまう。でもさ、あの時代の男子高校生が私一番大好きで。わかる。わかる？マジでかっこよかった。オレンジレンジとかさ、流行った時くらいの制服の着こなしとか、みんなね、男らしいよ、あの時代の人たちって。イケバラくらい？そう、イケバラくらい。あれ待ってください、花盛りの君たち。なんだー。でもそれがイケバラよね。それがイケパラ。あれ先輩とか前髪をさ、こう長くしてさ、ね、そう、今の先輩ってどんな感じなんだろう、綺麗なのかな、みんな韓国系じゃない？なんか今の先輩ってそういうの美しい感じな気がするかも、ナチュラルな。そうあの時ってもう盛りも盛れば盛るほどいい。まあ、多分みんなこんなの MG バングのもうタバカン命みたいな、こんなもうみんなワックスでこうやって、みんな男もこうアイロンしてこんなんしよってさ、こうやってセットしよったのにさ、今の子たちは多分さ、くしとくやろ。くしだね、男の子とか。だもんね。いつからかってやっぱ韓国の影響が大きい気がする、男の子も女の子も。でもなんでこんなにさ、あんな無理からさ、もうナチュラルみたいなさ、この中間ってあったっけ？高校1年生とか中学1年生の時のマジ3年生神。あれ、なんなんやろ、あの感じ。もう。なんかすごい大人っぽいし、なんかね、制服も着こなし慣れてるし、なんかちょっと年季の入った制服とか体操服がまず尊い。先輩ってめちゃくちゃ、もう一生やっぱなんかもう、
先輩なんか香ばしいよね、今思い出しても今思えば本当に、あ、なんか本当青春なんやなって感じの、うん、学生時代の。しかもさ、なんか今はどうかわからんけど、あの当時の先輩ってなんかめちゃくちゃ男らしかったから、わかる、なんかめっちゃ積極的やったくない？今は多分優しい柔らかい男の子が多いかもしれんけど、うん、結構男みたいなさ、うん、ちょっと強め、ちょっとヤンキーとか流行ってたからさ、そうヤンキー系やったけどさ、自転車さ、サドルこんなんなってたなってたなってた、うん、あのさ、背もたれとか作ってる人だった。いたいたいたの、ダンボール、あ、ダンボールだ、ダンボール中学校の時にそれちょっとヤンキーみたいな人好きになって、うん、その人をと一緒に一回帰ったことがあるんやけど、うん、その人のその自転車こうなってたから、うん、こうなってる自転車を押しながら二人で帰った、うん、えまいやだ、隣見たらこんなんなってるの、あもう一瞬なんや、マジで、もうみんなもう今見てる学生の子たちマジで一瞬やからだ、この感覚は大人になったら得られないからもう学生の時にしか味わえないあの感覚、そう、あの記憶、あの思い出っていうのもマジで大事だなって思った。マジで大事な、二人でさ自転車乗ってさ、バイバイまた明日ねってお家まで送ってもらうの、チャリで。しかももう夜とかはお互い家庭があるから、あのお父さんお母さんとかさ家族がいるからさ、もうメールとかさ電話とかだけになるけどさ、門限もあるしさ、制限されるんだよ。そうやけさ、送家にまで送ってもらった時とかさ、お互いバイバイしたくないけさ、ちょっと5分くらい話すやん、うん、あ帰らんと、あでも帰りたくない、あでも帰らんとっていう葛藤をさしながらさみたいな、わかる、わかる、あの家の下でこうだんだん夕方にね、こう外やからさ大体、でもさその外の空気感とかさ、今大人になったら外にいること少ないからさ、夕方の色とかさ、あの秋の空気とかさ感じないじゃん、恋愛の中で。マジで、でも学生時代の恋愛ってマジ自然と隣り合わせだから、秋の切なさとか、こう あの頃に付き合った彼は秋だったなとか思い出すんだよ。わかる、騎馬戦の時にあの先輩はやべ上服脱いでるみたいな、うん、やべ上半身裸やばい、そうめっちゃドキドキしながらさ騎馬戦応援したりとかしてなかった、うわかっこいいみたいな楽しかった、戻りたい、うん、あれやばいな、めっちゃなんか急にエモくなって苦しい、なんか苦しい、なんで今の人子はさマジで大人やん、もうめちゃくちゃメイクも上手、綺麗、本当に大人やんか。なんか中学生と大学生の差が分かんなくなったけど最近、まあ、言うてもまだ23やけど、うん、ギャップを感じるなって思うのが、うん、どのプリキが一番盛れるかっていうのが分からんくなってきた自分があ、おおみたいになって、こうやってだん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 若い子とのギャップがこう離れていくんやなって。何が流行ってんの最近の高校生はって、おお学生の時にさ年上のお姉さんに聞かれよったことをあんたが今聞きよった、そうでもなんかなんでこんなん聞くんやろって思われたけど、純粋にめっちゃ気になる、わかる、年になった意味、ま、超わかる、マジでわからんな、本当に素直に聞いたい、そう教えてください。あの学生の時スカート短くて、まあ靴下は長いもんやったんよ。最近の子たち違うよ、くるぶしソックスなんよ。そう、え、あの短いスカート、短いスカートに足めっちゃ出してんのよ。それを私聞いたんよインスタライブで、そしたらそっちの方が足が細く見えるから、マジダルンダルンのさ振ってルーズソックスからさ、うん、くるぶしソックスが来る時代が来るとは別に放課後にさカフェ行こうとか言うんかな、放課後、うん、カフェローとか言うんかな、うん、でも私たちはプリ取り行こうが遊ぶの、うん、遊びの誘いやったな。パンケーキ屋さん新しくできてパンケーキ屋さん行こうだったわ。今がそれでってパッキタピオカとかなんかな、で、なんか感じて気出したじわじわとやばいよ。え、あの SNS 何やりよった？ツイッター。お、ツイッターやってた？みんなツイッターやった、ひたすらツイッターで、うん、で、インスタが流行りだしてみたいな、うん、インスタに移行したみたいな感じで、でも、前はさ、ツイッター教えてとか友達に言ったのにさ、今はさ、え、インスタ教えてみたいな言うやん。そうだそうだ、ツイッター教えての時代あったね、うんうん、やばい。しかもなんかどうでもいいことめちゃくちゃつぶやきよったくない？ご飯なうみたいな、今は今さ、ご飯なうつぶやくとかいうことせんくないとか、なんかちょっとこう悩んでることとか、あーどうしよっかな、ふうみたいな、なんだいけんさ、ツイッターあるあるっていうのがマジめちゃめちゃあったよ、ね、当時ツイッターあるある、デコログの世代じゃないんだ、うん、マジか、見てたよ、やっしょい人、あー苦しい、あー苦しい、めっちゃ食べたくね、2時間経過してるからね、マジでやばい、話して食べて話して食べてを繰り返し、汁吸いすぎてめっちゃ濃いし、なんかブヨブヨこの一口から、あ、もういけんわ次ってなるから、わかるわかる、さっきまでガーいけよったのにさ、この今の一口飲み込んだ瞬間、あ、もうダメ、銃来たみたいな、おお腹がやべえ、二人で結構食べた方やと思うけどな、めっちゃ食べたよ、やばこのこれやかわいい、携帯の時の話しよう、いいね、めっ
既読機能っていうのがまずないからさ、うんうん、いつ帰ってくるかもわからんし、相手が読んじゃうかもわからんし、届いちゃうかもわからんしさ、やけんさ、送信ボックスとかもさ、めっちゃ見よたくね。なんかセンター問い合わせとか言って、こうメールが来てるか、まずセンターに問い合わせるんよ。したらなんか、その届こうって言ったらメールとかが1件、2件とかで届くんやけど、お風呂上がってまだ返信来てないとかだったら、メールのなんかセンター問い合わせっていうボタンを押して、え、待って、この2件の中に誰々くんのメール入ってるのかな、来てたみたいな。わかるー。そのドキドキ感がね、良かったんだよ。でも好きな人のメール音とか、好きな人のランプの色とか。ランプの色変えよったわ。ガラケーの時代の時からメールは置いた方がいいとか、そういうなんかルールはあったね。うんうんうん。メールの攻略テクニックとか、私本めっちゃ買ってた。もう持っとったな、ガラケーのな。ひたすらにポエムめっちゃ流行ってたから。ポエムやばい。めっちゃめっちゃ流行り言った。あとチェーンメール。今あるんかな、 LINE って。メール1通に対して1円とかかかりよった時代のよな。そっか。かかりよったわ。そうやけど、今みたいになんかこうむやみやたらに LINE で一言一言とかであんまりしないんだよみんな。メールし放題とかあったよな。うん、プランに。メールし放題やった。いや本当でもなんか文字を書いたり読んだりする時間って本当に減ったなって思う。減った。一番さ、この時代をさ、ヒュンって変わる瞬間を生きてるんじゃない？今もうネットがあるのが当たり前になってしまったさ、うん、ここからちょっと長そうな気はする。そうや、わかる。そうやな、確かに。おかえり。おかえり。動画撮ってもうなるよ。パンも撮ってきちゃった。サラダだけ語り尽くせんすぎてちょっと長くなりそうなので、今日はこの辺で。また続きはさ、今度話そう。そうだね、うん、あの語り系楽しいからまた頻繁にやろうと思います。はい、ということで、この残ったのはあのお姉ちゃんの彼氏が今帰ってきたのでですね、一緒にこう3人で残りはゆっくり長寿を食べていきたいと思います。はい、まるまる姉妹ということで、今日も動画見てくれて本当にありがとうございました。ありがとうございます。私 Twitter、Instagram、TikTok、ウェアもやってますので、皆さんよかったらフォローをよろしくお願いいたします。お願いします。そしてお姉ちゃんのチャンネルも概要欄貼ってありますので、よかったら見てみてください。やろー。ということで、また次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。